大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということでね、4月9日入学式前2023年ということでね、さあ今回の、募集していただいた方は1、2、3、4人でございます。おお、なんか結構新顔さんが多いな。新顔さんが多い。いきましょう。中堅8人か、8人入ってくるかな。勉強して1踏むか。あそこナース踏みてえ気もせんでもないな。まあいいや。2、今日も何気に生放送で撮らせていただいてます。ただね、今日はね、右上に出てないけど、 YouTube では、 YouTube、 まあ、まあそうね、配信じゃ配信、うん、そんな感じでは行きます。せーの、はいはい。ということでね、立ち木違う、た、何、リッタ、うん、まだまだ名前、こう、うぃー、ひどくねえか、このピッチャー。え、待って、え、転生プロなんやけど、誰？え、こんな回復 F とフォアボール持った転生プロがいるんですか？どなた？ごめん、ちょっと読めねえわ、名前なんちゅん。立田、松の、もうこっちがエースやろ、どう見ても。これどう見てもエースやろ、こっちが。え、これエースになるの？転生プロ誰？今村くんね。今村、お、結構強い。結構強いね。皆川。お、キャッ、え、あー、キャッチャーかと思った。レーザービーム持ってる。待って、キャッチャー D か。服部くんは？アベレージータ。え、強くね、結構。結構今回強いぞ。期待できますぞ。宮田くん、パワーヒッター持ってんじゃん。え、やば。今回やばいかも。春男、いぶしぎ、うわ、強え。レーザービームって言ってですね、外野から、まあ、イチローさんみたいにバチューンって飛ばすことができますよっていう、すごい能力を持った選手ですね。日ハムの選手らしいです。へえ、ドラフト何位なんですかね。平林さん、初球丸。なるほどね。転生が一番弱いパターン考えられましたね。びっくりしましたね。うん。はい、ということで、じゃあ名前をね、今から入力していきまーす。一旦、お待ちを。はい、ということでね、名前入れました。一番右下にあるショートの吉川さんが、一応まあ、立候補された方なんですけど、漢字、みんなカタカナで結構来てるんで、ひらがなとかね。なので、吉川さんだけ、選ばれた人だよっていうことだけ、ちょっと皆さん、確認だけお願いしておきます。じゃないと偉くなりますけどね。はい、ということで。で、ポジションがね、ない方、もしくはポジションが選ばれてない方いらっしゃるんですけど、なんとか強引にサブポジつけていきたいと思います。なので、まず自由さんがサードでお願いしますということと、吉川さんセカンド守りたいということだったんで、まあ、ちょっとサブポジを最初につけて、まあ、今後成長させていこうというところでございますね。で、この立ち田、何だっけ、立田、うん、以外の、漢字の、松野と今村と、山根の顔を変えていきたいと思います。いきます。ここは結構楽しみやったりするからね、個人的には。うんうん、ではでは行きますよ。松野くん、せーの、バス。おー、釜になったよ。えこう、おあ、でもドレッドヘア強そう。ドレッドヘアっていうか、なんかこういう食いもあんな。うん、チューチューアイスみたいなやつ。アイスじゃねえ。今村くん、てい、ま、口が、え、これ口じゃないな、口がわーってなった。これヒゲか、ヒゲやな、ガンダムみたいな。目ちけえな。目がすげえ寄ってますけど。うん、寄ってますね。で、山根ね。山根は山根っぽくなってほしいところです。いきます。せーの、ピス。え、顔、え、目同じやん。こんな奇跡ある？色が、ちょっと本当になんか、今日から俺はって知ってるみんな。サンデーの漫画で今日から俺はってのがあるんやけどさ。それでさ、髪の毛を金髪にしてきた、ね、三橋ってやつが、三橋だったっけ？どう忘れした？まあ、おるんやけど、そんな感じ。高校デビューね。はい、ということでございます。ではこのメンバーで今年もまた来年もね、頑張っていきたいと思います。ではでは、スタートです。入学式ね、最初何するかっつうと、ここはね、どうしようかな、育成方針、こうバランスにしとくか。今日バランスにしとこう。今回はバランスでいきます。結構ね、いい選手が育ってきたんでね。ではまたちょっと長い、オーダー決めたいと思います。では、一旦カットです。できました。
1年、3年生のこう瀬沼くんを、まあ、そこそこ打率がいいので挟むという感じで、1番はね加賀美さんに走ってもらって、2番堀口くんでなんとか頑張るなんとか頑張れお前らっていう、1年生と 2年生を融合させたような、まあ、1年生入ってませんけどね、こっちに入ってませんけど、まあ、入れたような感じですかね。いいと思います。であと自由さんと、吉川さんを、サポジつけさせていただいて頑張るという感じになっております。チーム方針どうする、この辺少ない職、うん、どうしようかな。スクイズ多い、人なのも結局多いんやけ、これでいこう。あでも C やん、あ1年生入って C やったら結構いいかもね。でカードも実はいっぱい抱えてるんでね、うん、こんだけ抱え込んでるんで、うん、大事に勝てそうな時に使っていこう。おお、すげえいっぱい持ってる溜め込んだな。ということで今年はまたよろしくお願いしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイじゃーん。